2009年イタリアグランプリは2009年 F1 世界選手権第13戦として2009年9月13日にモンツァサーキットで開催される。正式名称はフォーミュラ1グランプレミオサンタンデール D イタリア2009。第10戦ハンガリー GP で負傷したフェラーリのフェリペ・マッサの代役としてルカバドエルが出走していたがこのイタリア GP からは ホースインディアに所属していたジャンカルロ・フィジケラがフェラーリに移籍し最終戦まで出走する。フィジケラの後任はホースインディアのテストドライバーのビタントによりウッチが務める。モンツァは超高速サーキットでエンジンに対する負荷も大きくエンジンの全開率は75%にもなる。そのためマクラーレン、BMW ザ・ザウバー、トロロッソ、ウィリアムズ・ウェフ1、 フォースインディア、ブラウン GP、レッドブルのセバスチャン・ベッテルが新品エンジンを投入している。ベッテルとロバート・クビサはレギュレーションでの規定数いっぱいの8台目のエンジンである。また、高速サーキットであるために効果が見込めるとして、ルノーがイタリアグランプリに限りカーズを搭載した。気温摂氏27度、路面温度摂氏40度、 湿度33%の条件下で予選が、スタート91フェラーリのジャンカルロ・フィジュケラが先頭でコースに入る。イタリア人ドライバーがフェラーリのステアリングを握り、イタリアグランプリに参戦するのはイヴァン・カペリー以来17年不利とあり、スタンドは湧き上がる。まずフィジュケラがターゲットタイムをマークし、それをチームメイトのキミライコネンが塗り替える。その後、 ライコネンとブラウン GP のルーベンスバリチェロの二人でトップタイムを更新し合う。さらにそのタイムをブラウン GP のジェンソン・バトンとマクラーレンのルイス・ハミルトンが上回る。残り時間が少なくなり10番手以降の順位変動が激しくなる。残り1分を切り15番手タイムのウィリアムズの中島、カズタカが最後のアタックに入るが1コーナーでミスをしタイムを更新できない。 トヨタのティモグロック、ウィリアムズの2台とトロロッソの2台が9位敗退となった。トップタイムは、来古年で15番手のトヨタのヤルノ・トゥルーリまでの差が0.665秒、19番手のトロロッソまでが1秒以内と大混戦の9位となった。急に気温摂氏27度、路面温度摂氏40度、湿度31%バトンが、ハードタイヤを履き、先頭でコースに出る。 4分を経過したところで BMW のニック・ハイドフェルドがエンジントラブルによりチコーナーでマシンを止めてしまう。6分を経過したところでバリチェロがハードタイヤで唯一1分22秒台をマークする。9分を経過したところで今度はロバート・クビサもエンジントラブルによりチコーナーでマシンを止めてしまう。イタリアグランプリで2台とも新しいエンジンを投入した BMW は エンジントラブルで2台とも、急に敗退となった。特に、首差は、今回故障したエンジンが8台目であったので、以後は、中古エンジンを使うか、10グリッド広角を受けて、新品エンジンを使うしかなくなってしまった。残り時間がなくなる、中ノックアウトゾーンにいたフォースインディアのビタントニオ、リウッジが5番手に入り、トヨタのヤルノトゥルーリが、ノックアウトゾーンに落ちる。トゥルーリ。 ルノーのロマングロージャン、BMW の2台、フィジュケラが9に敗退となった。フォースインディアは初めて2台揃って93進出となった。93に進出したのはほとんどがメルセデスエンジンだった。93気温摂氏27度、路面温度摂氏40度、湿度32%ライコネンが先頭でコースに出る。 ブラウン GP の2台はピットに待機し出るタイミングを伺う。5分ほど経過したところで、ブラウン GP の2台がコースに出る。ブラウン GP の2台とマクラーレンの平気コバライネはハードタイヤを選択。残り時間がなくなり、エイドリアンスーティルがトップタイムをマークする。しかしハミルトンが再びトップタイムをマークし、ポールポジション獲得。2番手は、 自己最高グリッドのスーティル。フォースインディアは、前線のフィジュケラに続いてのフロントロを獲得。以下、ライコネン、コバライネン、バリチェロ、バトン、リウィッチと、メルセデスエンジンを搭載した6台すべてが7番手までに入った。フォースインディアは2、7番手とストレートラインスピードが、速いマシン特性を生かすことができた。一方その、フォースインディアから移籍したフィジケラはフェラーリで、 初めてのレースということもあり、マシンになれることができずに14番手となった。予選終了後、トロロッソのハイメアルグエルスアリは、ギアボックスを交換したため、4レース1ギアボックスの規定に違反したが、予選順位には変更はなかった。また、トヨタのヤルノ・トゥルーリはエンジンを交換しているが、使用エンジン台数が8台以内であるので、こちらもグリッドの変更はない。 気温摂取27度、路面温度摂取38度、湿度37%予選終了後の発表された燃料により上位3台は2ストップ、4番手以降はすべて1ストップ作戦であることが分かった。レッドブルがハードタイヤを選択、マクラーレンはハミルトンがソフトタイヤ、コバライネンがハードタイヤ、ブラウン GP もバリチェロがハードタイヤ、バトンが ソフトタイヤとチーム内でもタイヤ選択が分かれる。スタートではライコネンがカーズを利用し、2番手に順位を上げる。同じくカーズを搭載したアロンソはスタートが悪く、カーズのアドバンテージを生かすことができない。バリチェロもコバライネンをオーバーテイク。コバライネンは2コーナーで、バリチェロを抜き返しにかかるが抜くことができない。コバライネンはこれで、やや失速。 バトンが5コーナーで小腹いねのインをついていく。ウェバーが3コーナー首差と接触し、コースオフしてしまい、そのままリタイア。さらに小腹いねは、リウィッチにも抜かれ、オープニングラップで順位を3つ下げた。アロンソは1周目でベッテルに抜かれるが、2周目に入り、2コーナーでベッテルを抜き返す。さらに首差もフロントウィングを破損しながら、ベッテルを抜いていく。 4周目に、イリコバライネンはアロンソにも抜かれてしまう。同じく4周目に、ロズベルクがピットインし、ハードタイヤからソフトタイヤに交換する。9番手走行中の首差は8周目に入り、オレンジポールが提示され、9周目にピットインし、フロントウィングを交換。ここで、タイヤもソフトタイヤからハードタイヤに変える。ハミルトンは、ファステストラップで後方との差を離していく。 ライコネンとスーティルは自己ベストでハミルトンを追っていく。ハミルトンはライコネンとの差をおよそ7秒離し、15周目に1回目のピットイン。ここでソフトタイヤからハードタイヤに変えてコースに戻る。15周目に首下がりタイヤ。2番手走行中のスーティルは17周目にピットイン。スーティルもここでハードタイヤを履く。19周目にライコネンがピットイン。 ライコネンはソフトタイヤのままでコースに戻る。2ストップ作戦を取った予選上位3台が1度目のピットストップを終え、3台の順位は変わらない。同じく19周目にアルグエルスワリがリタイヤ。23周目、4番手を走行していたリウィッツィがギアボックスのトラブルによりリタイヤ。26周目に5番手を走行していたアロンソがピットイン、タイヤを。 ハードタイヤに変えてコースに戻る。ここから1ストップのマシンのピットストップが始まる。27周目に小腹いね飛べってる。28周目にはバトンがピットイン。チームメイトのバリチェロは次の週にピットイン。後半はバトンがハードタイヤ、バリチェロがソフトタイヤ。30周目には地元グランプリのフィジケラがフェラーリで初めてのピットストップを行う。 32周目にハミルトンは、ファステストラップをマークし、後続との差を引き離しにかかる。そのハミルトンは34周目にピットイン。しかしブラウン GP の2台に先を行かれてしまう。36周目にトップを走行中のライコネンが、ファステストラップをマークするが、2番手のスーティルも、ファステストラップをマークし、37周目に2台同時に、ピットイン。 しかしスーティルは今基礎ポイントがかかっているプレッシャーからがオーバーシュートしてしまいピットクルーを引いてしまう。さらにこの際に右のミラーを破損してしまう。上位勢のピットインがすべて終わりにストップ作戦を取った予選上位3台の前に1ストップ作戦のブラウン GP のワンツー体制となった。10周を切ってバリチェロがトップを独走体制。 ハミルトンが2番手バトンに2秒差まで迫る。5番手、スーティルは、ライコネンとの差を1秒以内に保ったまま周回を重ねていく。表彰台圏内3番手走行中のハミルトンは、さらなる順位アップを狙い、残り1周で、バトンとの差を1秒までに縮め、さらにプッシュする。しかし、それが、あだとなり4コーナーで、ウォールに単独クラッシュしリタイア。 順位もポイント圏外まで落ちる。その結果4番手以下の順位が一つずつ繰り上がり、9番手だった、ベッテルが8番手とポイント圏内に入った。レースはそのままバリチェロが優勝し、ヨーロッパグランプリに続く今季2勝目。チームとしては4度目のワンツーフィニッシュ。バリチェロが優勝でのワンツーフィニッシュは初である。3位は4戦連続表彰台のライコネン。4位はスーティルが、 ホースインディアでの初ポイントを獲得し、チームは2戦連続でポイント獲得となった。以下、アロンソ、コバライネン、ハイドヘルド、ベッテルまでがポイント獲得。この結果、ワールドチャンピオンが争いは、トップのバトンが 80P、2位のバリチェロが 66P、3位、ベッテルが 54P、4位ウェイバーが 51.5P と、 なり、実質ブラウン GP 税の一騎打ちとなった。ありがとうございます。